ちは、彩香です。今日はですね、ヴィンランドサガというアニメのエンディングになっているエメさんのトーチーズを1時間でどれぐらいね、音源できるかなっていうのを挑戦していきたいと思います。ではご覧ください。これはね、ちょっと先に私が作っといたコード譜なんで、コードメロディなんですけど。なんとかここまで来ました。はい、ということでね、ちょっとささっと作ってみて、まだまだ甘いところいっぱいあるんですけど、ちょっと聞いてください。あゆめさんのトーチーズ。ということでご覧いただきありがとうございます。やっぱね、ギターがもうどうしても入れるときに陶器の音、聞いてる音と弾いた時の音がなんか全然リズムがずれるし、多分その録音する上でもやっぱ多少ね、
その霊転身って言ってズレをね起こさないようにはしてるけど、起こしやすいっていうか聞こえてる音となんかねズレてるような気がするんだよねいつもね。だからね、まあでも自分のリズム感もあると思うのでちょっと鍛えてねできるようにしていきたいと思います。はい、ということでもうちょっと細かいところを仕上げて、そして音歌もね入れていこうと思います。はい、でちなみにヴィンランドサガなんですけど、私1、2話、3話全部見たんですけどめっちゃ面白いと思って、なんか昔のねアイスランドの話なんですけど、主人公が男の子 で村に住んでるんですよ北の方の。でもなんかお父さんは実はすごいアイスランドの英雄みたいな脱法兵なんですけど、でひっそりとね家族で暮らしてたんですけど、ある時同僚にそれがバレて、昔の同僚バレてしまって、お前は脱法生なんだから今国がピンチだからお前は船を出せみたいな戦えみたいなこと言われて、いろいろね向かっていくっていう話なんですけど、だからね PV みたいなの見たら可愛いね主人公の男の子がなんかすごいね怖い顔してね戦うみたいなシーンが多いので、きっと悲しいことがあって変わっちゃったんだろうなみたいな感じなんですけど、とねそれを乗り越えていったりとか、そういう歴史が絡んでたりするのかなと思って、すごいね面白いんですよね。プラテネスも見ようかなって、その作者のね人の前の作品なんですけど、プラテネスもすごい面白いよって言われたんでちょっと見てみようかなって思ってます。そしてメールマガジンをやっていまして、メールマガジン、週に1回配信していて、ライブするときは特典をつけてお知らせしてますので、ぜひ登録していただけたら嬉しいです。リズム感まだまだだけど、もう1時間ぐらいでね頑張ったじゃんって思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ということで最後までご覧いただきありがとうございます。 Thank you for your support.